ち呼んでるぜ食えば食うほど溢れるパワー世界中から捕まえる夢は無敵のグルメサファイターさあ海の底へ氷河の果てへ飛んでジャンジャンジャン畑ノックノックノック感謝込めていただきます WOWOW クニパンチ WOWOW 連発でガツガツにガツどんな夢も食える WOWOW これだけの WOWOW クルコースガツガツにガツ集めるのさ世界をさらに乗せて Toriko Gourmet Survival 2準備できたか小松ええそろそろ出発しましょうかああ待ってよトリコなんだリンそんなに行きてえなら一緒に行くかえマジで行く行くじゃあ急いで準備してもらいますああそういや小松も一緒まあ、いっかトリコと一緒にあんな調子で大丈夫かな
飯は十分だな。ま、これくらいどうってことないし。そうだよな。リンさんだっていつもはIGOの研究所で猛獣の相手をしてるわけだし。それでね、トリコ、うち、トリコのために真面目だと思いたい。 トリコくんに困っつく。よ、ノッキングマスター二郎。休んでばっかじゃなくて、たまには何かしよう。ちょっとトリコさん。二郎さんに失礼ですよ。そうじゃのう。どれ。よし、それじゃ一緒に行こうぜ。その実力。 弱い猛獣がたくさんいる時は威嚇が有効じゃ。威嚇の後に軽くが無視して進む。攻撃している最中に。そういえば頑張ってください。 そうそう、美食屋たるもの、ノッ、待ってました。二郎さんは、ノッキングマスター二郎の異名で呼ばれるほどのすご腕です。おだてるのがうまいの。これを見るんじゃ。ノッキングはタイミングが重要に、相手の猛獣が渾身の攻撃を繰り出すとき、そういった隙を見せたその瞬間に、 ノッキングされた文字。慣れないうちは簡単にはいかんじゃろうが、探索を進める。ああ、やってみるぜ。 気がついたかのう。お前さんが今感じたと。現れる猛獣が異なる。そういうことじゃ。新しい食材を見つけようという時は。
と過ごせてなかなか僕たちの方こそいろいろと勉強になりました気が向いたらまた行く